エーデルワイス航空はスイスの航空会社。スイスのチューリッヒを本拠地とする航空会社。スイスの旅行会社、クオニトラベルの子会社として、創立2008年2月8日にスイスインターナショナルエアラインズが同社から営業権の譲渡を受けて子会社とした。チャーターがメインだったが、スイスインターナショナルエアラインズとの共同運航便を中心に定期便も数多く運航する。 スイスインターナショナルエアラインズ便名で世界の主要都市へ乗り入れることが多く、LX 機材がメンテナンスなどで不足した場合でも、そのまま使用する機会が多い。2007年7月17日、新千歳空港にチャーター便を運航した。その後、仙台空港、広島空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港に就航した。2009年には、 16便の運航計画。7月には新規開港の静岡空港へ就航。2010年には成田空港、高知空港、岡山空港へもチャーター便を就航させた。2012年5月26日から中立費、東京線を運航開始。成田発は日曜日の週1便でスイスインターナショナルエアラインズ便名で就航。六月十一日からき、 日の週2便に増便予定。機材はいずれも A330 から200型。エアバス A340 から300、エアバス A330 から200、エアバス A330 から300、エアバス A320 から2002019 20 200年9月現在、エーデルワイス航空の機材は以下の通りである。ありがとうございます。